おはようございます。2011年12月24日土曜日6時5分になりました。クリスマスイブですね。まあこの3連休はもうあっちやらこっちやらでクリスマスパーティーをやってるんではないかと思いますが、今日はね、まあ土曜日で、まあ休みなんで、昨日も休みで今日も休みというとこも多いし、明日も休みなんで、おそらくもうあっちゃらこっちゃらでクリスマスパーティーで大騒ぎになる一日になってるんじゃないかなと思いますが、ただまあね、結構寒さが厳しくて、あっちこっち雪が降っててドカ雪になったりしてますんで、ぜひぜひ気をつけていただいて、車とかね、本当にその危ないんで、滑らないようにしていただかないとと思いますがなんか変な口調になってますけどさて、ですね、今日はテッククランチから、ピックアップしたいと思います。こちら iPhone ディクテーションアプリ AirDicate かな、は Siri を使って Mac にも書き起こすということで、ディクテートだ何を言うて、エアディクテートは Siri を使って Mac にも書き起こすということで、ですね、これ、まあ、どういうことかというと、iPhone に Siri っていう音声認識の、ツールが、ソフトが入ってますよね。で、それを使って、今度、そこを、iPhone に話しかけて、で、文字を起こして、で、それをですね、Mac と Wi-Fi でつないでる Mac に文字を書き込むと。要は、iPhone のところで音声変換してテキストにして、そのテキストを Mac の方に送り込むということなんですね。まあ、それで、要は Mac の方の、なんか、メールのソフトになんか書き込んだりとか、いろんなことができるというようなことになってるわけなので、まあ、メール送るんだったら iPhone でもいいかもしれないけど、まあ、そういう、いろんなことがこうできるようになってるということで、これはね、結構面白い使い方だなと思いますね。その、iPhone の方が、要は、単に、なんていうんですかね、iPhone が音声入力デバイス、として機能して、で Mac 側を操作することができるとリモコンになるというようなイメージですね。音声で Mac を操作するリモコンになっていくような話で、で、まあ Mac から先はいろんなものに要はつながるので、そうすると音声でいろんな指示ができるアプリができたりとかですね、そういうその音声そのものでやると大変なんで、そこをテキストに一旦変換しておいて、でそのテキストを投げて、操作ができたり、まあ、そこに、文字の書き起こして、いろんなワープロソフトに貼り付けたり、テキストを書くようなソフトに貼り付けたり、あるいはそのテキストを使って何かをコントロールするというようなことができるというので、まあそういう意味で音声入力、音声のリモコンみたいな形に使えていくことができるんで、これはこれでね、結構面白い使い方が今後出てくるんじゃないかなと。いや、そういうその基本の部分でね、リモコンとして使えるというのは面白いものができるなぁと思うんですよ。で、まあ結局は今までのそのなんか音声入力で物をね、こう操作する家庭用の家にあるそのいろんな家電とかね、コントロールするの、音声コントロールというのはあるんですけど、ただあれってその手元にマイクがあった方が絶対いいんですよね。そのいろんなノイズを拾わないというのもあるし、そのマイクがずっと入ってる状態にならないといけないので、その機器に対して話しかけたっつうのも変ですけども、コントロールしようとして、例えば、テレビに対して音を聞くって言った時に、音を聞くっていうのはテレビに対して言ったのか、ステレオに対して言ったのか、あるいはそのスピーカーフォンになっている電話に対して言ったのかってよくわからないですよね。そのそれぞれの全てのものがマイクがあって、そこに音声入力するって結構ね、そうなった場合に言われた方は、誰に言うたん今っていうね、機械側からするとねなるんですよ。で、ところがこういう手元にある iPhone に向かって喋って、でそこから
音声が投げられるってなると、そのどれに対して言ってるかっていうのがこうコントロールしやすくなってくるわけですよね。でそのテレビの音声を大きくとか小さくっていうのは、そのテレビの音声をっていうのを誰が判断するのっていうのが今度はっきりしてきて、 Mac の方でそれを判断させて、そこから音を大きくする小さくするっていうのを制御するというようなことができるので、これネットワークと組み合わせると本当家電のそのコントロールみたいなものがですね、 iPhone 使ってできるようになる。それもタッチパネルではなくて、声で使われるっていうのは結構これはですね大きなことじゃないかなっていう気がします。で手元にあるもので iPhone でできるんで、その音声入力のオンオフというのは結構簡単にできるわけですよね。でそのあたりが非常に面白い、今までやろうとしてもなかなか難しかったことが、要するに個々のデバイスで判断させようとしたところを、昔々ですね、情報家電と言われた時にホームサーバーっていう発想があったんですけども、ちょっといまいちうまくいってなかったんですが、それをですね、こういうものを使って簡単にこう実装できるし、で音声コントロールっていうので、手元にあるデバイスによってこう、制御できるようになると。これはね、いろんな可能性を持っているこういうコンセプトでやるっていうのは面白いし、すぐにその道具が手元にあるというのは、いろんなものを作るね、ところが出てくるんじゃないかなと私は思ったりしています。さて、そのところで6時11分になりました。今日はクリスマスイブということで、あっちゃこっちゃでパーティーあるかと思いますが、ぜひ、それはそれで楽しんでもらって、でかつ雪ですんで、そこはね気をつけてということで、もうね12月も残り1週間というようなところになりました。さてさて、今年1年もうすぐ終わろうとしてますけども、まあ来年はどんな年になるでしょうかって、もうなんか終わりみたいな喋り方になってますが、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。